上昇時は、北海道ムローラン市生まれ、鹿児島県愛らし育ちの元プロサッカー選手。ポジションは FW。元サッカー日本代表。1998年、ワールドカップフランス大会日本代表メンバー。北海道に生まれる。小学生時代に、サッカーのビデオを借りて、フランク・オルデネビッツのプレーに熱中していた。中学生の時に、 名古屋市立日比の中学校を経て、両親の出身地である、鹿児島県へ引っ越す。愛良市立か治き中学校、鹿児島実業高等学校卒業。鹿児島実業高校サッカー部では、松沢隆監督の指導を受け、2年先輩に、前園正樹を、藤山隆一氏、遠藤拓也、同学年に、遠藤昭弘や横山博俊氏年後輩に、平瀬智之などがいた。 高校3年時の高校サッカー選手権大会第72回大会でベスト4に入った。卒業後は J リーグのジェフユナイテッド市原に加入。デビュー戦でゴールを挙げ、それから4試合連続ゴールを挙げるなど注目を集めた。市原では若くしてチームを象徴する選手となるが、日本代表での活躍や海外移籍などを見据えた。 キャリアアップを理由にして1997年に横浜マリノスへ移籍した。マリノスでは高校の同期生遠藤と同僚となり、チームの中心選手として活躍した。アトランタオリンピックを目指す五輪代表チームに選出され、アジア予選ではもう一人のエースであった小倉隆が最終予選前に負傷に立つしたこともあり、前線の軸を担い28年ぶりの 本大会出場に貢献。韓国との決勝では1-2で敗れはしたものの、オーバーヘッドシュートを決めた。1996年の本大会にも出場し、結果はグループリーグ敗退だったが、ブラジル戦では相手 GKG だと競り合って、伊藤テルエッツのゴールを演出し、マイアミの奇跡と呼ばれる勝利に貢献した。1997年には、 フランス W 杯アジア最終予選で悲願の初出場に貢献した。11月16日、日本がイランを破って本大会出場を決め、ジョホールバルの歓喜と呼ばれたアジア第3代表決定戦では同点ゴールを決めた。1998年、エースストライカーとして臨んだフランス W 杯本戦では得点することができなかった。チームも参戦全敗を喫して、 特に、アルゼンチン戦では TV で解説を務めていた、ラモス・ルイにより、シュートを外して、ヘラヘラ笑っていると激しく批判され、先犯として、日本中で批判を受けた。ただし、ラモス本人からは後に、この発言について謝罪されている。フランス W 杯以後も代表に選出されていたが、2001年3月の、対フランス戦を最後に代表から外れた。白は、 フランス W 杯での挫折からの巻き返しを誓い、後の J リーグでゴールを量産。そして2000年に1月、念願だった欧州リーグに挑戦することとなる。スペインのリーガーエスパニョーラ一部レアルバリアドリードへ、シーズン途中でレンタル移籍し、ほぼレギュラーとして活躍。得点こそ、オビエド戦で挙げた2得点にとどまったが、ポストプレーなどでのチームへの貢献が評価された。 なお、横浜 FM 時代の年俸は2億円だったが、レアルバリアドリード時代は3500万円まで下がった。シーズン終了後に完全移籍やレンタルの延長が検討されたが、日本代表の試合での負傷がきっかけで、高校時代から膝の全十字靭帯を切ったままプレーを続けていたことが発覚し、契約を見送られた。スペインでのプレーができなくなり、 横浜 F マリノスへ復帰したが、その後は、怪我や、体調不良などで、得点数が激減した。横浜 F マリノスは、城がスペインにいた2000年前半の J1、ファーストステージで5年ぶりのステージ優勝を遂げ、AS の不在を跳ね返した。逆に同年12月の J リーグチャンピオンシップにおける2試合、無得点の敗退やリーグ最終戦まで、 J2 降格の危機が残った2001年の低迷は、城の不振が原因とされ、サポーターからの批判を浴びた。期限付き遺跡でビッセル神戸に加入した2002年も1ゴールのみに終わり、年末には神戸から翌シーズンの契約延長を見送られ、また、本席の横浜 F マリノスからも戦力外通告を受け、J1 でのプレイはこの年限りとなった。2003年に、 2の横浜 FC へ加入した社長の奥寺康彦が市原のゼネラルマネージャーや監督として獲得や指導に関わった城を勧誘したことで実現し高校の同期生の横山と同じチームになった。城はレギュラーとして試合に出場しその合間にテレビのスポーツ番組やバラエティ番組への出演もしばしば行った。 財政難や劣悪な練習環境に苦しむ横浜 FC は低迷を続け J1 昇格を予想されることはほとんどなかったが白はコンスタントな活躍を続け徐々に同僚やサポーターからチームリーダーとしての信頼を勝ち取っていった白は後にスポーツ雑誌ナンバーのインタビューに答えこの時期の意識変化は妻の助言によるところが大きかったと述べた 2006年には、首相として、高木拓也監督の下、三浦和義とツートップを組み、クラブ初の J1 昇格を決めたが、前述の人体の故障が限界に達し、2006年シーズンを最後に、現役引退を発表。シーズン中にもかかわらず11月23日三沢、公園球技場で行われた徳島ボルティスとの、試合後に、ファンの前で引退の挨拶を行った。 この時、当時39歳の三浦和義は、俺よりも若いと引退を惜しんでいる。現役最後の公式戦となった12月2日の愛媛、FC 戦ではアシストを記録し、試合後のセレモニーで、J2 優勝カップを掲げ、三沢の1万人以上のサポーターからの歓声で送り出されて、13年間のプロサッカー選手生活を終えた。引退後の2007年2月には、 J リーグ100年構想メッセンジャーに任命され、J リーグが目標に掲げる地域スポーツ文化形成のための各種広報活動に参加している。このほか、テレビなどで試合解説、スポーツ日本の評論家として活動している。同年4月より日本テレビ放送網のサッカーアースコメンテーター出演。なお、引退試合開催に必要な公式戦500試合出場は、 満たすことはできなかったが、日本代表に貢献した功績を鑑みて、引退試合の開催が許可された。城の引退試合は、最終所属クラブである横浜 FC の主催試合として2008年1月27日に、三沢公園球技場で行われた。2009年、日本サッカー協会指導者ライセンスの最高位である S 級ライセンスを取得した。二千十三年、 インテルミラノの日本でのサッカースクール、インテルアカデミージャパンのテクニカルディレクターに就任。2017年5月、北海道サッカーリーグに所属する、トカチ FC のスーパーアバイザーに就任。2019年3月、北海道トカチスカイアースの統括ゼネラルマネージャー就任が発表された。その他の公式戦。ありがとうございます。